皆さんおはようございます。おはようございます。僕たちは DIY したハイエースで日本一周している夫婦です。現在青森県に向かっています。はい、秋田県にいるところです。前回の動画で僕たちは長岡花火をもう心から感動しながら楽しむことができたんですが、うん、そちらの動画をまだ見てない方はそちらをご覧ください。見てください。その時から一緒に行動しているヨロチャンネルの二人に秋田県の竿燈まつりに誘ってもらって、そちらの方に昨日行ってきたところです。秋田の竿燈まつりについては YouTube では撮影してないんですけど、君の方が Instagram でまた更新すると思いますので、はい、そちらもフォローして見てみてください。はい、お願いします。もともと新潟県の長岡花火が終わった後にやぶた祭りに行きたいなっていうふうには考えていて、うん、ちょっと迷ってはいたんですけど、うん、せっかくその秋田の竿燈まつりまで行くって なるんだったらもうねぶたまで行っちゃおうということで、うん、今ねぶた祭りの当日の日に移動している最中です。ねぶた祭り自体は結構長い期間を設けて祭り自体をやってるので、今日は8月6日なんですけど、そちらに参加したいと思ってます。夜のねぶたがちったりこちったりっていうあの迫力のある姿が今日までということだったので、うん、今日そちらを見て、うん、まあ、可能であれば明日最後の花火も見て終わりたいなというふうに考えているところです。はい、青森県に知り合いの方がありまして、衣装を貸してくださるということだったので、うん、そちらを借りれるってことならぜひハネトにも参加しようということで、うん、ハネトに参加したいと思ってます。僕たちも一体どうなるのかさっぱりわからない状況ではありますけど、はい、思いっきり楽しんでいきたいと思っています。はい、これが僕たちの最後の夏祭りということになりますので、はい、本当にそう、その様子をお届けできたらと思います。今回もヨロチャンネルの2人とも出てきますので、そちらも楽しんでいただけたら嬉しいです。はい、今回もよろしくお願いします。今秋田県の五城目町です。から3時間近くかけて青森市まで向かいたいと思います。今日知り合いとは3時にイオンで待ち合わせということになってますので、それに間に合うように途中ご飯も食べようと思ってます。まあ、りょうくんが運転してるね、ヨロちゃんの。うん、りょうくんがめっちゃもう後ろから煽ってくるからさ、怖い。網の方が煽るけどね。君は今、二人の人を敵に回してることに気づいているかな。りょうくんたちはすごく安全運転です。俺たちはさ、安全運転みたいな飛ばし屋だから。とりあえず、今日はめちゃくちゃいい天気で、ねぶた自体は1時前ぐらいからかな。で、今日は6日で、ショー受賞したねぶたを見れたりとか、そういったところもイベントがあるのですごく楽しみです。ラッセラーラッセララッセラッセラッセラ。さあ、そこのあなたも体がうずいてきたでしょう。ラッセラッセラ。俺肩向かって、腕まで勝って、卵を前から見た図です。卵っていうのは玉のように可愛い馬だったから、玉姫みたいな感じで卵っていう風にしたそうです。久しぶりの青森県に入りました。ただまだ私たちの記憶には新しい青森県ですけど、また行きたいって思ってたしね、豚も行きたいって思ってたから嬉しいですね。いや、旅しててよかったと思う、こうやって来れるのは。青森のグルメを食べたいと思います。私たちもだし、プロチャンネルの2人も食べたことのない青森グルメを食べて舞台に向かっていきたいと思います。はい、来ました。元祖つゆ焼きそば濃厚。つゆ焼きそばって本当に焼きそばがそのまんまつゆになっちゃってるみたいな。まだ食べてないから今からいただきます。美味しい。ちょっとソース風味の味だね。うん、わかる。ちょっと麺もソースね。焼きそばだね。この焼きそばの上に天かすのザクザク感がすごくいい。あっさり系の焼きそばって感じがする。スープになってるのにそんな薄くない。あ、薄くない。全然薄くない。ちょうどいい。ちょうどいい。うん。
ごめん、まだ治ってない。治ってないよ。だから下の裏つけ。ソースが染める。痛いね。痛いし。それぐらいソースが濃厚ということだ。ごちそうさまでした。青森市に入りました。はい。ネットする準備はできているかい？ネットいつでもかかってこいって感じですね。ひょっとこ踊ってやろうかって。それは失礼ですね。ダメです。ほら懐かしいよ。三内丸山ね。ほら懐かしいね。もう行っててよかったよね。あの時とは少しだけ緑が増えて、この稲穂が本当伸びてて全然違う景色のようです。すごく綺麗。緑っぽいし黄色っぽいような感じになってきたね、うん、やっぱこの開けた景色になると青森って感じがしますね、うん、あーかわいい、ほらあれリンゴ、本当だ、うん、俺のことかわいいって違う、ごめん、間違いさせちゃった。今回駐車場の方を羽根灯化してくれる人の心に止めさせてもらうことになってます。ねぶた祭りは無料駐車場もあるので、そちらに早い時間であれば止められると思います。今回の交通規制などマップの方も公式サイト載ってたので一応こちらに載せておきます。はい。運行コースのところは規制がかかるのと、やっぱり渋滞があるからできれば運行コースじゃないところに止めるべきかなというふうには思います。サンロード青森っていうところには無料駐車場があって、そこだったら30分ぐらい会場まで歩くっていう風にはなってるみたいです。結構時期的に暑いので歩くのが難しいって人は無料駐車場に停めてバスとかタクシーを使うっていう手もあると思うし、そこは事前に確認した上で来られた方がいいかと思います。はい、こちら着替えました。羽田の衣装です。あの後知人のお宅にお邪魔しまして着付けまでしていただいて、りょうくんも着てるのでまたこの後登場します。鈴とかもついて、これで跳ねます。こちらの鈴は観光客の人とか小さい子供とかがこれを欲しがるらしくて、これをあげていいんだって、これもいただきまして、あげていいよって言ってくれたので、もし欲しいって来たらあげるんだって。この羽根の人の鈴をもらったら幸せになれるっていうふうに言われてるそうです、うん、だっていろんなとこにつけて跳ねます、うん、楽しみになってきました、衣装を着ることによって。よくもどこの人は意外とカラフルなんです。このリックは機材入れるようです。どうでしょう、いっぱい鈴をつけました。やってるよ。いよいよだな、始まりますね。すでに向こうで演奏が始まってます。それぞれ衣装がいいな、案内してもらって向こう今から跳ねるそうです。広い、めっちゃ跳ねられる。会場の熱気がどんどん伝わってきます。最初の根塚がこちら。今日はもう表彰式とかがあるからいっぱい、人超いっぱい。本当は花がさ、傘もかぶってるのがまあ本当のやつだから、結構かぶってる人がいっぱいいる。スタートします。はい、跳ねます。始めます。始まります。あと15分練習です。熱くなった。
こんぐらい跳ねるんだ。すごい。鈴を渡す機会なんて一個もない。ない。みんなどんどん歩いていってる。荷物が落ちてないかが心配。とりあえず鈴を渡そう。とりあえず鈴を渡そう。人的に。人的に渡そう。また。オッケーオッケー。
温泉も入りまして車中泊してます。僕らにとってのねぶた1日目が終了しました。はい、極楽湯では夜1時までだったら通常料金で入れましたので480円で入ることができたんですけども、もう2時前です。極楽湯でなんと車中泊もできるというプランまで出てるぐらい、ねぶた祭りの時は、そういった温泉施設とかも開放されるみたいです。青森市内の近くにあったのでそれはすごく助かりましたけど、もちろん人は多かったです。その後僕たちはスポーツ公園ワクワク広場というところに来ています。全然車もいないので静かに車中泊できそうです。1時を回っているのでこの後すぐ寝ます。残念豚の日程最終日ということで花火も打ち上がるそうなのでそちらまで楽しみたいと思います。はい、それではおやすみなさい。ねぶた祭り2日目最終日です。今日は場所取りにやってきました。花火大会があるんですけど、結構場所によっては全然見えなかったりするので、今の時刻が10時半、今から場所取り行きます。で、駐車場が有料駐車場ではあるんですけど、結構規制とかも入ってたりするので1日の450円のコインパーキングに停めました。結構埋まってきてます。三井のリパークという駐車場です。結構近めのところだかな、青森港まで近いところ、花火の舞台は青森港になるので、そこにねぶたと花火が見られるっていう今日はイベントになってます。今から場所取りをして花火に備えます。こちらがわらせねぶた会館のすぐ近くにあります港です。ここにねぶたが保管されておりまして、ここから出発するそうです。昼間はこうやって歩いて、後でこちらに行きます。ごめん。大将ってどこにあるんだろう。大将ごめん、もう過ぎて。あ、いいけど、全然いいけど面白い。俺これが結構好きなんだよね。え、わかる。左ピカピカしてたところで、波の感じがかっこいい、ね、立体感がよりすごい。本日海に浮かぶということはちょうどいい見越しですね。そうですね、波をイメージということは、そう、波をイメージしています。取れたぞ。頑張りました。わらせこっちで、その隣にすぐ出店がいくつか並んでます。祭り最終日、ようやく屋台のものを食べられます。いただきます。で行くのかな。暑いよ。いいですね。皆さん、お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。はい、乾杯。うまいやろ。これは最高です。最高ですね。うわ、口当たりも最高。いや、もうなくなっちゃう。やばい。大事に飲もう、大事に。大事に。大事に飲もう。それまでは、すごいぞ、始まってます。すごい、揺れているよ。ゲストがおります。紹介します。日本一周をされてるおもちの旅さんです。イエーイ。そしてやばいやばい。はい、そして日本一周を終えられたハルヒロ夫婦さんです。はじめまして。たまたま場所取りで一緒になりましたので、はい、一緒に見させていただきます。8人で見てます。すご
いいい場所で楽しんでます。めっちゃいいところありがとうございます。いやみんなのチームワークのおかげです。楽しまーすもらって、うわーありがとう。これからまた幸せな日常を。幸せな日常ほんまやね、ほんまやね。どうぞ。皆さんに出会えたこと、これが宝です。打ち上げ花火開始でございます。正直に思ったことをお話していいですか、はい、日本一周していてこんな人と何かをするっていうのは初めてだから、ちょっと嬉しい反面ドキドキしてました。なぜそれドキドキするの、うん、なんか珍、ね、不思議な感じ、ね、いいね、みんなでは2人で行動してるからこうやって集まるのはね、いいことだね。ねぶたどこ行ったんや。差し入れありがとう。ありがとうね。嬉しい。これすっげー美味しいやつ。春平さんからで。最後はやっぱりレベルが高かったね。いや本当に最高でした。夏が最高の夏でした。なんだろうね。最高の夏でした。お疲れ様。ありがとう。ありがとう。ありがとう。おはようございます。おはようございます。朝です。朝です。あなた2日目は疲れて寝てしまっておりました。ということで、その翌日、私たちの感想をお伝えしたいと思います。まず、ねぶた祭りについて、どうだった？僕たちは2ヶ月前にわらせで動いていないねぶたを目の前で見ることはできたんですけども、その時の迫力もすごかったんですが、やはり動いているねぶたを見るっていうのはもうレベルが違ったなと思います。
引きながら動かして、うん、ねぶたを上下に動かしたりくるくる回しながらやると、うん、それを近くで動いているのを見るとね、うん、立体感などをより鮮明に感じることができて迫力もさらにアップして本当に面白かったなというふうに思います。それ以外にもねぶたの周りで歩いている人や演奏している人たちもいて、それぞれの熱気もすごかったですし、うん、僕たちも参加しましたけど羽戸の熱気っていうのもすごかったなと思います。羽戸をしてみての感想はありますか？はい。羽戸をすることで、よりねぶた祭りを自分たちも一緒に盛り上げるっていう意味では、うん、やっぱり参加してすごく良かったなって思ったし、何よりもやっぱ楽しかったです。参加して本当に良かったなって思ったし、途中小さい子供だったりとか、年の上の方もだったし、あと外国人の方もみんなラッセラーラッセラーっていうのを元気にやってるのを見て、なんか自分たちもすごくパワーもらえたし、その一体感がすごく良かったです。なんかもう祭りってこんなに楽しいんだっていうのを、今回はこのお祭りっていうのがすごくいいなっていう風に改めて感じることができました。本当に貴重な体験だったし、あの衣装も着られたこともかなり本当にいい思い出だなっていうふうに思います。正直、一回ねぶた祭りに参加したぐらいだったら感じきれないというか、何回か参加したいっていうような気持ちになりました。6日目っていうのは、大賞を取ったねぶただったり、いろいろそういう賞を取ったねぶたもあった状態で行われるってこともあって、人も多かったし、その時に参加できたのがすごく良かったんじゃないかなっていうふうに思いました。コロナが明けてからの祭りをワイワイ楽しむっていう中で、参加っていうのは本当に初めてでしたし、まあ僕らも普段こういうぐらいのテンションなので、そう。あのみんなでわーってするとはなかったから、うん、すごい貴重な体験だったし、素直に楽しいなというふうに羽戸思いましたね、うん、外から見ているだけよりかは羽戸に参加してその熱気を感じつつ外に出てまたねぶたを見るとより面白さが違うと思うので、皆さんも体験されてみてはいかがでしょうか、うん、最終日についてはねぶたと花火のコラボレーションを見ることができたんですが、僕たちは運よくいい場所を取れましたので思いっきり楽しむことができました。場所を取るにあたっても青森の方とか青森の警備員さんとかに話を聞いたら、うん、本当すごく優しく教えてくれたし、どこから来たのって九州ですって言ったら、いや本当によく来てくれたっていう風に言ってもらえて、なんかそれもすごくよくて、うん、なんか本当来てよかったなって、うんうん、私最後の花火を見てる瞬間は、いやー本当に感動しました。ねぶたが会場を流れていく時も演奏もやりながら、うん、掛け声もずっとありながら、最後にまた会場の熱気を思い出しながら見ることができたのもすごく良くて、花火を見る場所もすごく近かったので、うん、降ってくるような花火が見れたので、長岡花火の時とはまた違った視点で見ることもできて、本当に夏のいい思い出になりました、うん、最後のねぶたの運行についてはなんかちょっとしっとり系の運行だったなと思って、みんなその祭りの感慨深さを感じながらやっているのかなというのも今回見ながら感じたところですかね。うん、すぐ来年とはいかないかもしれないけど、何年後とかでもいいし、もっと見に行きたいって思ったかな、うん、この奥深さっていうところをまたもうちょっと感じながら、うん、次のねぶた祭りは参加できたらいいなと思います。偶然ではありましたけど、新たな出会いもありつつ、うん、同じ旅の仲間と共にねぶたを楽しむことができましたし、先ほども言った通り知人や地元の方といっぱい話したりして、ただ楽しいねぶた祭りだけではなくて人の温かさを感じた祭りになったかなというふうに思います、うんうん、今回新潟の長岡花火から始まって秋田の関東祭り、そしてねぶた祭りとお祭りだったり花火大会を回ってきて、今年の夏はすごく濃い夏になりました。ぜひ東北の祭りにも足を運んでみてほしいなと本当に思ったので、もし来年ちょっと興味が出た方は足を運んでみてほしいと思います、うん、参加した自分たちからはぜひぜひおすすめしたい祭りです。はい、うん、なんか改めて日本人って祭りが好きなんだ、花火が好きなんだって思うことのきっかけにもなりました。チャンスがあればねぶた祭りや私ねぶたの方もいつか行けたらいいなというふうに思います、うん、はい。最後に長岡花火からずっと一緒に共にしてきたヨロチャンネルでしたけども、もうほぼ1週間毎日一緒、うん、にいたので、なんかちょっと寂しくなるなっていうのもありますね。二人ももう旅も終盤に差し掛かっていて、会うことはないかもしれないんですけど、こうやって旅して新たな友達ができて、一緒にこうやって夏の思い出を作れて、うん、なんかもう感無量っていう感じで、二人もこれからまた新しく旅を始めるってことなので、引き続き私たちのチャンネルもですけど、ヨロチャンネルのチャンネルも見ていただけたらと思います。はい、
今回はすごくリアルタイムの配信となりましたが、これからはまた東北の旅に戻っていきます。ちょっと時差が生まれていますけど、引き続き私たちの旅を見守っていただけたら嬉しいです。それでは今回の動画はここまでです。僕たちのチャンネルがいいなと思った方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。寺田夫婦でした。さよなら。さよなら。寂しくなるな。本当気をつけてね。ありがとう、本当に。泣いちゃう。泣いちゃうと。バイバーイ。開始でございます。